鉄道調査員クロフォードチャンネル2022初撮り冬の富良野線神楽丘駅。皆さんこんにちは、鉄道調査員クロフォードです。2022年1月の初撮り、 JR 富良野線神楽丘駅とキハ150型ディーゼルカーを撮影しております。かなり雪が降ってたんで、巻き上げた雪がすごいことになってました。小さな待合室があるだけの神楽丘駅、クリーム色に斜めの屋根が特徴、神楽丘地区の人々が協力して建てた待合室、古いものですが大切に使ってほしいものです。待合室に掲げられた神楽丘駅の看板、神楽丘駅のホームから美瑛富良野方面を見たところ、踏切が隣接しています。神楽丘駅の駅名標、旭川の隣の駅、そして反対側の隣も丘がつく緑ヶ丘駅、ナンバリングは F29、 これは外国人の方にも分かりやすいようにアルファベットと数字で区別しています。待合室からホームを美瑛富良野方面に向かって歩いたところ、足の不自由な人でも乗れるようにかスロープが設けられました。これが隣接する踏切とカーブ、水路に小さな橋がかかっていますね。待合室の中見てみましょう。こんな感じで風雪雨風しのげるようになっています。地元の人が座布団を置いてくれたようですね。乗車券の販売機が、無人駅なのでここで切符を買って列車に乗る形になります。旭川へは200円、富良野には1290円で行くことができます。JR 富良野線の運賃表、観光地の美瑛、上富良野、中富良野、富良野と富良野の名前がつく駅が3つあります。列車はだいたい1時間に1本、たまには2時間1本のところもありますけどね。この辺りのローカル線の中では本数は多い方です。防犯カメラもつけられていますね。待合室の中はきれいに使ってほしいということで、ゴミのポイ捨てとかする方がいるということで、やっぱりね、悲しくなってしまいますよね。こういった落書きとかいたずらがあるっていうのもね、大切に使ってほしいというお願いがあるのに、こういった破損があるっていうのは悲しくなってしまいますよね。神楽丘駅ホーム旭川方面、運転士後方確認用のバックミラーがついています。では再び
踏切のある美瑛富良野方面を見てみましょう。踏切から左手側を見たところ、付近は住宅街になっています。奥の方は高台になってますね。そして神楽丘駅前にはローソンがあります。神楽丘駅ってトイレとか自動販売機ないので、ここを使わせてもらうといいかもしれません。踏切の道路の前後には凍結防止でロードヒーティングが入っています。そして踏切を渡った先は国道237号線と接続、銀行の旭川信用金庫 ATM が使えるのがありがたいです。昔懐かしい銭湯菊の湯が駅前にはあります。とても評判のいいお風呂ですね。そして富良野線と並走する237号線には出光のガソリンスタンド、鈴木自動車のディーラー、鶴葉ドラッグ薬屋さんもありますね。というわけで今回のね、初撮りの冬の富良野線神楽丘駅見ていただいていかがでしたか。地元出身の方、懐かしい気持ちになれたら嬉しいですし、南国に住んでる方、雪すごいねとかって驚いてくれたらいいなと思います。そしてまたね、たまにでもいいので、もし興味持っていただいて富良野線神楽丘駅利用する人が一人でも増えたらいいなと思っております。ぜひ皆さんからの感想、ご意見、神楽丘駅や富良野線の思い出、キハ150のことなどコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。また高評価やチャンネル登録していただけると次の動画を作る励みとなります。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。鉄道調査員クロフォードが北海道旭川神楽丘駅よりお送りいたしました。